いやなかなかの事件だったな、フィルビス。こうして無事ホームに帰ってこれたのが、まだ信じられない奇跡、まさに聖夜の奇跡。まさか眷属の手で送還されかけるとは、下界は本当に退屈しないな。はっはっはっは。まあ、いろいろとあったが、オラリオメリーは手に入った。当初の目的は達成できたのだから、お咎めは…ディオニュソス様、こたびの非礼の数々、誠に申し訳ございません。どう償いをすればいいのか。うん、私とてワインを司る神、酒には理解があるが、それでも貴重な体験をしたのは事実だ。殴られたし、殴りました。蹴られたし、蹴りました。挙句踏まれてダメ男と呼ばれた。踏みましたし、ダメ男と呼びました。改めて私は何ということを。許していただきたいとは言いません。この場で死んでお詫びを。バカなことを言うな、フィルビス。私が怒っているとでも思ったのか。そんなはずがないだろう。エルフからあのような熱き拳を受けたのは正真正銘初めて。未知たる経験にむしろ感謝しているくらいだ。なんという寛大なお言葉。罪を犯したのは私の方なのに、やはり私にはディオニュソス様しかいない。我が眷属ながら少々ちょろすぎないだろうか、このエルフ。やはりそういったご趣味が。どういう意味かな。あ、申し訳ございません。私の勘違いです。何でもありません。詳しく問い詰めたくあるが、まあいい。しかし、しかし、フィルビスのいろいろな顔を見れて実に愉快だった。たまにはこういった思考もいいものだ。おやめください。私としてはどれも二度と思い出したくないことで。私は全て鮮明に覚えているよ。特にあの光景は忘れがたいな。サウザンドエルフに抱きついた時の様子と言ったら、私を一人にしないで。仲間外れはもう嫌なの。ぐちょぐちょに汚れちゃった私の宝物。おやめください。やめて。一緒にいて、レフィア。あなたがいないと私もうダメになっちゃうの。そんなことは言っていません。いや、でも似たようなことは。何を恥ずかしがることがある。友情を育む尊きエルフ二人の姿に私は感動すら覚えて。ダメだ。せっかく忘れかけていたのに、あんな地帯を。フィルビス、死にたい。今死にたい。ここで死にたい。そして全てがなかったことになればいいのに。すまない。少しからかいすぎた。いや、何、少し意趣返しをしようと思っただけで。もうダメだ。もう何でもいい。この地獄のような思いから解放されるのなら何でも。落ち着け、フィルビス。落ち着くんだ、フィルビス。一度冷静になって。うわ、私のオラリオメリーを、
まさか。そんな風呂上がりのような惜しいラッパ飲みで、やめるんだ、フィルビス。フィルビス、いえ、フィルビスさん、ご機嫌はいかがでしょうか。このダメ男、ですよね。熱き拳がなんだ、そんなもん何万発でもくれてやるわ。ぐっはーた、誰か眷属の人呼んで、メリーゴン持って。